はい、どうも皆さんこんにちは、横尾マークスですっていうか明けましておめでとうございますですね。2016年1本目の動画になりますが、今日はね、とりあえず、まあ、N ゲージとか、まあ、そういうのではなくて普通にちょっと挨拶からで始まります。とりあえず皆さん明けましておめでとうございます。とうとう2016年に入りましたね。僕は、大晦日伊豆に行ってまいりましたね。伊豆でちょっと年を明けたわけなんですが、まああれですよ、年越しそばありますよね。まあ僕そばあんま食べないので年越しうどん食べたんですよ。まあしてもインスタントですけど、まあそれを食べてよし2016年来たと思って食べたら舌をやけどしました。あ、年越しちゃいけないんだ。年越す前熱っ、やけどした。うん、バカです。新年入っても10秒ぐらいでもう舌やけどして終わりました。はい、最悪な年明けでしたね。まあそれはさておいて、本当はね1日1月の1にアップしようかなと思ったんですが、ちょっとなんでかさ、すっごい忙しかったんですよ、いろいろあって。ということでちょっとね、遅れてしまって、まあ1月3日になってしまいましたが、ちょっとまあとりあえず今回挨拶ということで動画をアップいたしました。まあ今年もね、本当にこの1年頑張って、またね多分2016年短いと思いますので、しっかり、しっかりであのね、動画をねアップ頑張っていきたいと思います。でそしてまあ目標というかそういうのをまだ去年言ってなかったと思うのでちょっと言いたいと思います。今年の目標なんだろう、とりあえず YouTube に、まあ、あの去年はね3月大量にアップしたんだけど4月全然なんか動画なかったっていう、こう結構ムラがあったので、なるべく1ヶ月に、まあ、10本以上は動画をアップしたいというのが目標です。去年はねなんか1本も動画アップしなかった月はなかったと思うんですけど、なんか10月は確か少なかったりとか、そういう結構バラつきがあったので、まあなるべくね1ヶ月に10本以上はアップできたらいいなと思います。まあ目標なんでちょっとそれを向けて頑張りたいと思います。でですね、もう一つ、言いたいことがあるんですが、お年玉をね早速もらいましていただきまして、N ゲージを買おうかなと思ったんですが、あのヨドバシカメラ実は昨日行ってきたんですよ、今年 初の。うん、そしたらねいい車両がなかったというか、まあ、僕これが欲しいというのがなかったので、ちょっとまだ買わないかもしれません。去年だったらねもうすぐ買ってたんですけど、まだ冬休みあとちょっとなんですが、ちょっとどれか何かは買いますけど、まだちょっと未定でございます。はい、また今年もよろしくお願いいたします。ちょっといろいろ忙しくなってね、あのコメントが全員返せなかったり、しちゃうと思うんですが、どうぞご理解くださいませ。それでは終わります。